開拓の力だけじゃこの寒さは耐えらんないよ。それはつまり俺たちが正確、この寒波の中心に近づいているということだ。残した遺跡？規則性のある城内の建物とは全く違うな。なんか大きな手のひらみたい。カカリアがブローニャを人質にして脅してきたらどうしよう。必ず助け出すに決まってるでしょ。彼女は仮想部の、いえこの世界の希望なんだから。抵抗するな、ブローニャ。共通の意思を受け入れるのだ。違う、これは私が望んだものじゃない。彼らが約束してくれた未来を見ろ、ブローニャ。貧困、寒さ、苦しみのない世界、囚人のように生きることのない世界、私たちが永遠に守り続けることができる世界。700年間私たちは絶えず挑み、絶えず抗った。人間性という光が私たちを復興に導くと考えていた。だがその結果はどうだ。私たちは大敗を喫した。なぜ私たちは圧倒的な力を前にした時、その言葉に耳を傾けるよりも先に抵抗し耳を塞ぐことを選ぶのか。それこそが人間性の奥底に潜む消せない愚かさ、そして臆病さなのだ。それらを放棄し、貴様を縛る鎖を解いてやろう。性格は人類を進化させ、かの方は洗脳はそこまでよ、魔女ゼーレン。やはり来たか。あの凄まじい吹雪で貴様らを葬れたと思ったのだが。ね、あんたを倒すまで私たちは倒れたりしないわ。ブローニャ、あんたたちの間に何があったのかわからない。今説明されても多分難しい内容は理解できない。それでもはっきりしていることが2つあるわ。1つ目、こいつらは性格というものを封印するためにわざわざここまで来てる。2つ目、私が言ったことを覚えてる？あんたに何かあったら私が必ず助けに行くって。そういうことだから。分かったかしら。たとえあんたがそこにいる女に洗脳されて私たちの約束をきれいさっぱり忘れてたとしても、私はあんたをぶん殴ってでも連れて帰るわ。ゼーレン、それにみんな。もうよいか。貴様らには十分な時間を与えた。別れの時間をな。貴様をここに連れてきたのにはもう一つ理由がある。それを教える時だ、ブローニャ。私は貴様の選択を見届けたい。私は全ての真実を貴様に告げた。性格との取引も、私たちのかけた願いについても。私たちの間にもう秘密はない。何年も前、初めて性格の声が耳に届いた時、私は歴代の守護者たちと同じように目を閉じて耳を塞いだ。あの時の私は今の貴様と同じだ。苦しみながら謙遜者の言う尊厳を守っていた。私の信念は揺るぎないものだった。しかしある日、突然現れた変数によって全てが崩れ、私の前にもう一つの選択肢が現れたのだ。それは古い秩序を覆し、
新たな世界を迎え入れるということ。そしてそれはおぼろげでますます遠ざかる孫悟よりもずっと現実的なものだった。私はずっとこれらをどのようにして貴様に伝えるか悩んでいた。約束された明日はいつか必ず訪れる。もし貴様が私のそばで共に新しい世界を見守ることができないのなら、私は苦痛に苛まれるだろう。ブローニャ、決して消えない苦痛にな。貴様らには感謝すべきかもしれないな、よそ者。貴様らという圧力によって私はやっと自分の最後の弱点に向き合えた。ブローニャ、子供の頃から私の意志に従えと強制したことはない。いずれにせよ貴様には常に選択肢がある。これは昔も今も変わらない。選ぶがいい、娘よ。カカリア様、私を育ててくださったこと、そして選択の権利を与えてくださったことに感謝しています。でもごめんなさい、お母様。今この時はあなたのそばに立つことはできません。人間性の奥底にあるのは愚かさと臆病さであり、絶望的な状況は人間の心の闇を反映している。それはあなたの言う通りかもしれません。でも絶望的な状況の中で生きるために懸命に戦っている人たちをあなたは見ていない。私は彼らの中に光を見た。キンクの前線で、下層部で、あなたが見ようとしなかった隅っこで。私たちの祖先はこの町を自らの手で築き上げ、吹雪の中で文明を守るために戦ってきたのです。たとえ世界が崩壊する定めにあったとしても、その道は人間の手で切り開かれるべきものです。運命はこの災いの種に委ねるものじゃない。私たちは普通の人間から選ばれた守護者です、お母様。そして守護者の職務は人々が築き上げた世界を損護すること。私たちは神でもなければ審判者でもありません。あなたは人間性を踏みにじり、同時に審判者と神を演じようとしている。こんなこと私は許しません。そうか、それが貴様の選択か。よくわかった、ブローニャ。残念だ、貴様がこの美しい世界を見られないことは実に残念だ。思想の束縛を解くことはできなかったのだな。知っていたか、本来貴様は新世界の母となるはずだったのだ。地面、地面が揺れてる。何が起こってるの。まずい。この都市ベロブルグの運命はすでに定まっている。それは私たちの手の中で展開されるのだ。そして貴様らは新世界の礎となるがいい。古いものを壊さずして新たなものは作れない。大守護者として起動を命じる。造物エンジン。これは建造者の古代ロボット。みんな気をつけて。
行こう。ラッキースターは誰かな。ルールは破るためにある。一撃で沈める。機会を逃さない。あんたの番だよ。エンジンよ、奴らを潰せ。絶対にあれを止めるわよ。眠るといいわ。星々の戦、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。礼儀の待ってないお客さんね。ルールは破るためにある。始めようか。重傷ね。山々を削れ。こんな巨大ロボットどうすれば倒せるの。年はね。遅すぎることはない。楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スタールインファントム。即戦即決で行こう。言うことを聞かないのは命の重みを味わいなさい。しつこい。シアス。愛しいわね。星の祝福をあなたに。全ては星々の選択。星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。あんたの番だよ。眠るといいわ。始めようか。
こえるか。力が湧き立っている。歌っているのだ。性格が約束した未来こそがこの世界の唯一の希望。700年前、それは反物質レギオンを駆逐した。そして今日、再び貴様らの存在を抹消する。警戒して。ルールは破るためにある。警戒して。くらえ。即戦即決で行こう。くらえ。ルールは破るためにある。一撃で沈める。始めようか。やっく。軟弱で愚かな人間ども、どうやら身の程というものを知らないらしい。私が絶望を教えてやろう。私はカカリアと戦っていたはず。どうしてここに。前回ここに来た時、ナヌークは私をちらっと見てた。まさか。商業区が陥落しました。住民の避難は完了していますが、シルバーメイン26名が犠牲に。何をためらってるの、カカリア。あんたもずっと待ち望んでたんでしょ。この檻を出て自分の目で街を見てみなよ。これ以上私たちに失うものはある。カカリア様、モンスターがこちらに押し寄せてきます。ここは危険すぎます。愚かで。お母様、やはり私には理解できません。烈海の侵食はすでに下層部まで広がっています。シルバーメインを撤退させてしまったら、下に残った人々はどうやって身を守ればよいのですか。都市が泣いている。孫悟の力が消えている。最後の最後に私たちは性格の意志に抗いきれなかった。なぜそう言い切れる。この700年間、烈海は刻々と広がり続けてきた。私たちが後継者に残したものは、信念でも富でもなく、果てしない絶望だけだ。損をすると誓った故郷が、目の前で少しずつ消えていく。それは拷問以外の何者でもない。それに加えて、あの振り払うことのできない人の心を惑わすささやき。どんなに強い意志を持っていても、揺らぐことは避けられない。
遅かれ早かれこの日はやってきたのだろう。アイオーンのカゴは私たちから離れる運命にあったのだ。あなたは一回の価格に過ぎないというのに頑なに世界の運命を背負おうとする。それもいい。これ以上私たちに失うものなどあるだろうか。試してはならないことなどあるだろうか。琥珀の輝きに触れるがいい、開拓者。あなたの中にある孫悟の意志がかのアイオーンの目に留まるほどのものかどうか確かめよう。Yeah.
星々の選択、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。言うことを聞かないのは悪い。重傷ね。私が守る。お注射の時間よ。重傷ね。性格の力は私と共にある。貴様らは旧世界の崩壊を前にどうしているだけに過ぎない。偉大なる新世界を築く。終わったわね。お母様、あなたは
夢から覚めることはできましたか。今回の開拓本当に大変だったけど、タンコ、それにあんた、うちら見事にやり遂げだね。あ、でも性格はどうしたらいいのかな。今までは全部ヨウおじちゃんが処理してたけど。姫子さんとベルトさんには連絡を入れてある。この性格は二人が封印してくれるそうだ。さすが、これでこの世界の危機は去ったってことだよね。風雪激しく止まるはがたし、性格が封印されれば寒波は徐々に収まっていくだろう。だがこの世界の劣化は急激に広がることもなければ忽然と消えることもない。ヤリイロ6は確かに再生の可能性を得たが、それには時間が必要だ。ここから先は彼らの努力次第だろうな。みんなありがとう。ありがとう。でも私は大丈夫、心配はいらない。やるべきことはたくさんある。あの造物エンジンによる騒動にはきっと市民たちも気づいたはず。多くの疑惑を晴らす必要があるし、公表すべき真実もある。ただどうすればみんなに受け入れてもらえるのかわからない。そんなことが本当に可能なの？お母様の真の目的を人々に告げ、700年も続いていた嘘を明らかにする。ダメ、それは絶対にダメよ。ゼーレ、私どう説明したらいいかわからないけど、他に方法はないと思うの。仮想部で私たちは毎日ある言葉を子供たちに言い聞かせてた。明日はきっと良くなるってね。そうすればたとえ嘘だと分かっていても希望を抱いて眠ることができるから。もしここで起きたことが知れ渡ったらどうなるか想像できるでしょ。人々は間違いなく絶望してしまう。守護者さえ信用できなくなったら、私だったら何を信じればいいのか、何が信じられるのかわからなくなるわ。お母様はベロブルグを損護するために犠牲になった。え？天外から降り立った来訪者から彼女は性格の秘密を知らされた。そして彼女は初代大守護者であるアリサ・ランドが性格を破壊できなかったことも知っていた。それでも彼女は人間の想像をはるかに超えた力に挑むことを決意した。そうして大守護者カカリアは自らを犠牲にしてベロブルグを危機から救った。今からこれが真実になる。あなたたちはどう思う？それならまだ孫悟の希望はあるわね。合理的だな。少なくとも嘘だと反証するのは極めて困難だ。どうして嘘をつかなきゃいけないの？よくわかんないからパス。うちはやっぱり本当のことを言う方が好きだもん。でもみんなの言うこともちょっとは理解できるよ。してくれてありがとう。多くの人にとってお母様は優秀な守護者だった。真実を残したいのなら過ちも狂気も邪悪も夢も全て私の記憶の中に留めて私が背負えばいい。大守護者の責務を受け継ぐ以上、私は甘い幻想を捨て去る必要がある。
ごめんなさい、ツエル。あなたにはこの秘密を私と一緒に守り続けてほしい。私たちの命が尽きるまでずっと。もちろん、どうすればいいか分かってるわ。ありがとう。それじゃあ、前に約束した通り上下をつなぐ橋を架けるために動きましょう。ゼーレ、あなたは性格が封印されたことを下層部のみんなに